皆さんこんにちは、ファクトリーギア TV 工具好き、はい、今日はなんだかちょっと雰囲気が違うぞということで、ファクトリーギアビーチサイドベースガレージに来ております。さあここで今日ちょっといろんな作業をするんですが、そんな中今日ご紹介するのはこちらの商品、ドン、リンジェ充電式デュアルフレキシブルライトのご紹介です。介です、ね、もうねちょっとね過去にも紹介したことあるんですよ、確かに。だけれどもなかなかね要点が伝わってないというですね、ちょっと飯田君からの厳しい指摘を受けましてやるよと、じゃあ分かりやすくということで今回は丁寧にご説明をしたいと思います。何がいいのかっていうと、やっぱこれフレキシブルなんですね。でフレキシブルで首にかけて使えると。でここにね上のところにボタンがありますんで、このボタンをパッパッと押すとこの明るさね、1灯で150ルーメン、2つで300ルーメンの明るさで使えるっていうことなんですね。でこれ押していきますとですね、これいいですか、暗くなりました。暗くなりました。でさらに押すと消えます。でもう一回つけます、暗いまんまです。で長押ししていくと明るくなっていく、明るくなっていく、明るく、ほらこんなに明るくなりましたね。これが暗くなっていく状況、そして明るくなっていく状況、こんなに明るくなるということで使い分けができる。たまに明るくなりすぎちゃってちょっといわゆる飛んじゃう状況とか起こるんですけども、照度を調整することによって最適な明るさで作業ができるということなんですね。でネックライト、ネックライトって言うんですけど、ネックライト非常にいいんです、両手がフリーになるんで使いやすいから。だけどネックライトで使った時に問題になるのが、照らしたいところをですね、見てください、ライトがですね手に当たってしまって、ここ見たいところが暗くなったりするんですね。こういう問題に対してこれが優れてるのはちょっと恥ずかしいですけども、頭の上からもアプローチできるんですね。なのでここのポイントを照らしたいときには頭の上でも、手前のところを照らしたいときにはネックライトということで使い分けができます。でさらにすごいのは見てください、ドンですね、マグネットがついてるんですね。なのでこのようにスチールのケースとかひっくり返してやるとこんな風に使えるんですね。手元、使いたいところに合わせてライトを調整して置くことができる、まあ、コロナのバケツでもマグネットでペタン使えます。まあ、スチールだったら何でも大丈夫です、工具箱でも大丈夫ですし、ボンネットの裏側とかにくっつけて自分の手元だけを照らしたいということなんかも使えますと。デュアルフレキシブル、デュアルのライトでフレキシブルっていうことだけではなくて、今みたいにさまざまな状況に合わせて使い分けができる便利なライトでございます。2つ点灯している状態で2時間、で1個だけだったら4時間使えます。フル充電するためには4時間ということなんですけれども、まあ仕事してない間ですね、じっくり充電していただければ4時間1個で使えますんで、十分使えるんじゃないかなというふうに思います。今これからねだんだん暖かくなってくるんで、夕方から夜の作業もしなきゃいけないことは増えてくると思うんですよ。そんな時に両手をフリーで使えるこのデュアルフレキシブルライト、角度が調整できます。そして1灯だけでも十分な明るさで使うこともできます。いろんな形でいろんな状況で活躍してくれるんじゃないかなと思います。これね車の下にね入っちゃった時とかでもね、こうやってこんな感じで、ね、自立するんですよ。なので車の下に潜った時なんかでもポンと置いたまんま作業することもできるということで、まあいろんなシーンで使い分けてお使いいただけるんじゃないかなと思います。それでは皆さん、さようなら。